大迫は古巣相手に点を取り、盛大に喜んだ。大迫半端ないってと泣き叫んだ高校生は、現在三井住友銀行に勤めている。大迫はカタールワールドカップメンバーから落選したが、その後、なぜかガーシーに推薦された。大迫はファンとの交流会で質問がなかったため、帰りますと言って会場を後にした。大迫はポストプレーがうまいが本人曰く、結構痛い。大迫は鹿島時代の恩師オリベイラ監督の、声がでかすぎて戸惑った。大迫のノルマは高校時代、1試合2点。大迫は中田浩二に、夜のすべてを教わった。大迫はディズニーランドに行った際、30分で帰りたくなった。大迫は無人島に何を持っていくかを聞かれ、釣竿と答えた。大迫は33歳になった今でも代表待望論が出るほど、J リーグの舞台で別格の輝きを放っている。